九州のラグビーの草分けともいえる旧制福岡中学福岡高校のラグビー部が昨日創部100周年の記念式典を開きました。旧制福岡中学で1924年に誕生したラグビー部は九州で最も古い九州ラグビーの草分けです。ワールドカップでも活躍した福岡堅樹さんをはじめ日本代表は延べ21人を数える名門で、乾杯の温度は元日本代表で日本ラグビー協会名誉会長の森重隆さんが取り会場を沸かせました。